はい、こんにちは。やすです。9月もね、4週目が終わりましたので、グロスのね、週間報告していこうと思います。今週は、ワンちゃんの姿、ちょっと前回までのアニメ調とは違ってね、リアルワンちゃんの姿でお送りします。週間速報は、毎週キャラクターを変えて楽しんでいこうかなと思います。すごくね、すごいリアル。ワン！ワン！ワン！さあ、今日もね、いい情報詰まってると思いますので、ぜひ、ここから先ね、見ていただく前に、チャンネル登録と、いいね、押していただければ嬉しいです。では行きましょう。グロース暴落前水準回復、高値掴み注意っていうね、手法をお届けします。まとめです。今週はですね、ハイテクも、ガファムを中心とするハイテクもプラスでおりました。でね、グロースを中心にね、グロースは大幅に上昇して、プラスでおりました。で、トピックとしては、決算に向けて、一部グロースが上値突破できるかっていうのが、見どころですね。決算まで1ヶ月後なので、そこは見ものです。で、IPO、これ初、なんていうのかな、グッドアレックス。グッドアレックスっていうのかな。注目の IPO が1件ありました。で、いつもの通りグロースの、ランキング90社と、あとグロース警報は、これね、ここまで見ていただいた方にも覚えてほしいんですけど、グロース警報は完全に割高、やや割高プラスっていうところからも完全に割高になりました。9月のね、暴落前水準を回復してきたので、ここから先はね、どんな銘柄を買ってもまたね、調整が入ってね、高値掴みっていう結果になると思うので、本当にここから先のね、グロース銘柄の買い物は基本的に高値掴みで損する可能性が、たとえ買い増しでもね、多いと思いますので、気をつけていただければと思います。はい。これが S&P ヒートマップ1週間ですね。なんかね、私のポートフォリオとかね、ハイテクグロース周りは調子良かったんですけど、こうやって見ると結構、ハイテク以外はね、不調な1週間だったんですね。はい。グロスの中落ちは4%近くとかなり上がった1週間でした。ナスダックがプラス2.8、ダウがマイナス、S&P が0%なので、本当にね、グロスとか、ハイテクが上がった週かなというふうに思います。で、マーケット全体の話はね、私もあんま得意じゃないですし、そこはもみあげさんがよく書いてくれてるので、そっちを見ていただければと思うんですけども、今日の上がりとかはね、9月上旬の空売りのショートのカバーということですね。それを中心の情報らしいので、来週も引き続き注意が必要とのことです。はい。で、上がった銘柄を見ると、ガファムが、ね、反発したかなというのもあるんですけど、やっぱ一部の、ね、強いグロースに買いが集まったのかなと思います。で、グロースもね、私がトラックしている90銭の中央値はプラス3.93だとね、本当にペロトンとかズームとか、前回決算で本当異次元のレベルを出した決算というのはね、結構大きく上がった週だったかなというふうに思います。一方でね、ガファムはプラテンしたものの、反発やや弱いかなという印象。ただ私としては、この辺くらいかなと思います。ここから大きく反発することないだろうなと予測してます。はい。今後もね、ガファムを中心に軟調な相場が続くのかなと思ってます。はい。ちょっとこっちチャート見ていきますね。これ、999を見てるんですけども、これですね、50日平均線の、ね、前後でね、一旦50日平均線をタッチした形なので、999的にはね、ここ抜けてくれば、でも上に上がっていくってことはないと思います。この辺でうろうろするのかなと思います。なんでね、あまし、下がったっつって、999とかテクルとかね、TQQ とかね、その辺を喜んで買うのはちょっと待ったって感じかなと思います。私の予想としては、これ結構、こっから上がることはなくて、結構、横していくと思います。この270、80ぐらい、70、80ぐらい横横して、前回みたいな、こういう相場にはならないと思います。はい。っていうのは、理由としては、やっぱ次のガファムの特に Google、Apple、Microsoft の決算がなかなか厳しいんじゃないかなと思ってます。で、その3つは特にね、ナスダックとか S&P とかのね、ウェイトも大きいですから、で、そこがやっぱこけると全体の相場も悪くなりますから、多分そこを、で、マーケットも多分そんなに
10月末のね、それらの決算がそんないいもの出してくるもんじゃないと、多分そういう感じで動くかなと思うので、多分ね、そんなにこういう展開にはならないと思います。こういう展開にはね。はい。なので、ここから先、指数はまあともかくね、ガファムとか安いからって買うのではなく、ちゃんと決算書も読んで、で、ガファム買うのであれば、前回の決算の数値ちゃんと超えてくることをね、確認して自信を持って買わないときついかなと思います。何度も言ってますけども、アップルは前回 Y2Y10%、今回9月の決算に iPhone の新型 iPhone の売り上げが入らないので、あとね、PC の特需を食いつくした可能性があるので、それが危険かなと。マイクロソフトは、主力であるオフィスの売り上げを落としてますのでね、それが多分引き続き回復厳しいと思うので、そこ厳しいかなと。Google は前回減収減益。今回も主要企業の広告バジットおそらく戻ってないと思うので、減収減益、プラテンしても微増かなと思います。Facebook は多分、まあまあ明るいと思います。DAU 増えてると思いますし、e コマースとかの売り上げとかね、出てくればね、より明るくなるかな。Amazon はね、前回 Y2Y40%。ここを超えてくることはないと思いますけど、Y2Y20 ってことはないと思います。Y2Y35 とかで。で、なんだっけ、AWS も好調だから、まあ、多分、アマゾンは大丈夫。まあ、いずれにせよね、軟調な相場が続くかなと予想してます。はい。で、今日のトピックは、決算に向けて一部グロースは上値突破できるかというところが気になります。はい。でね、ちなみに突破できるかっていうところがトピックになってるだけで、もうすでに今日の時点で株価は全部割高に入ってきたので、ここから先はもう全部高値つかみ。もう一回くらい決算までに調整があるんじゃないかなと思うので、もし買うのであればそこを待った方がいいと思うんですけども、今、基本的につかみに行くのは、銘柄は選べば別かもしれないですけど、基本原則高値つかみなので、次の調整で、マイナス含み損になることが多いと思うので、今買うのはお勧めしないです。はい。で、これ、クラウドストライクっていう、銘柄なんですけども、クラウドストライクって、ちょっと見えづらいですけど、ここね、6月の頭に決算があって、そこすごい良かったんですよ。で、ぴょんって上がって、でも、そこから上がっていったんですけども、上値がね、すごいね、なかなかね、突破できなかったんですよね、7月、8月と。これが115ドルぐらいのラインなんですけども、まあ、7月の暴落、8月の暴落で、なかなかこの上値が、重い展開がすごく長く続いて、で、結局でも最後、9月の暴落の直前に決算があったんですけども、そこでね、この上値を突破して抜けていったっていう経緯があります。で、暴落はしたんですけども、見てもらえば分かると思うんですけど、明らかにね、ボトムラインの一段上がったかなっていうのがあって、まあ、これはクラウドストライクは Y2Y85% で、しかもね、成長力維持してきたので、まあ、そういう強い銘柄だったからこそ、まあ、売り上げが上がったことによって、何ですか、その同じ PSR35 とかでも株価が高くなるっていうね、傾向が出たのかなというふうに思ってます。なので、ここから先、これ、同じような、株価を描けるかどうかっていうのが、まあ、一部の強い銘柄の本当に、気になるところです。例えば、ファストリーですね。ファストリーっていう株は、4月の決算で、4月じゃない、5月上旬の決算で Y2Y38% で、5月上旬が Y2Y38、8月上旬の決算で Y2Y68 っつって、まあ、大きく伸びたんですよね。なので、その結果、株価大きく伸びたんですけども、で、ここもね、8月の決算に向けての大きく伸びたんですけど、結局 Y2Y68% で8月の暴落も相まって、なかなかこの上値100っていうのが今突破できてない感じです。で、問題は、ファストリーの決算は次お、えっと、順当にいけば11月上旬になると思うんですけども、今、ファストリーの Q3 のガイダンスは、75ミリオンで、これ、前回の決算と同じ金額なんですね、75ミリオン。Q2Q でほぼ0%成長なんですけども、これ、ガイダンス通りだと Y2Y だと、50%成長ってことになるんですね。まあ、それだけでも結構十分かなと思うんですけども、
やっぱファストリーに求められているのは、多分ガイダンス通りでも株価が大きく下落することはないと思うんですけど、気になるのはその60%とか出せるかどうかですね、Y2Y で。で、基本的に TikTok も落とさなかったし、Q1、Q2 の伸びを考えれば、全然ガイダンスを超えてくることはあるのかなと思ってて、Y2Y で、ファストリーで e コマースにもよく使われてるんで、Y2Y60 とか出せれば、このとか出す見込みがあれば、この100ドルを超えてくるような動きを見せるのかなと思うので、これは一つすごく注目ですね、本当に。ファストリーがここを超えてくるのかどうか、もし超えてくるんであれば、やっぱこの高値相場でもちゃんとその成長力がある銘柄、50%以上の成長力がある銘柄をつかんでれば、やっぱちゃんと株価上昇の恩恵に預かれるのかなというね、目安になるかなと思います。はい。で、続いて TDOC も同じですね。TDOC も8月の暴落で一旦上値が抑えられちゃった結果で、また9月もそうだったんですけども、ここは225ドルぐらいをね、抵抗線がある感じですね。で、これはね、本当に前回の決算もすごい良くて、実は前回の決算の状況だと、多分この225を超えてね、上がっていくような銘柄だったと思うんですけど、リボンゴっていう会社との、合併を発表して、それで大きく、なんですか、場の雰囲気が悪くなって一気に落ちたというのがあるんですよね。でも、この TDOC もリボンゴも次のガイダンスで100%超えてくる発表をしているので、さっきのクラウドストライクと同じですね、本当、たびたび上値が抑えつけられたんですけども、さすがにこの会社はいろいろ調子が良くて、FDA っていうかね、国の後押しもあるので、ガイダンス超えてくるかなと、かなりいい決算出すかなと思っているので、この225ラインが突破できるかどうかっていうのが、やっぱここも気になりますね。なので、この2つの銘柄がちゃんとこの、いい決算を出すっていう前提で、このラインを超えてくれば、やっぱその、なんですか、上値が抑えられている状態でも、いい決算さえ出せば、ちゃんと株価が上がっていくっていうね、PSR がすごく高い状態に張り付いたまま、それを維持しつつ株価が上がっていくっていう、感じになるのかなというふうに思ってます。なんで、本当ここを超えるかどうかっていうのが、気に回ってます。もちろんね、決算悪ければ下がるのは当たり前なので、その時は別の感想になるんですけども、決算がいいという前提で超えてくるかどうかが本当、鍵になると思います。はい。で、今週、グッドRX っていう銘柄が上場しました。で、これね、結構話題になったんですけども、処方箋のどこかのね、どこの薬局の処方箋が安いか高いかっていうのが分かるプラットフォームなんですけども、株クラでも話題になってましたし、株クラってあれですね、ツイッターの株クラスターですね。あと、私も決算とかいろいろさらっと見たんですけど、結構いい銘柄だと思います。ただ、一応私は今も、ちょっと買う余裕が、銘柄の数的にもあんまないので、記事化する予定もないんですけども、いつか見てみるかな。とりあえずね、トムさんが早速動画を上げてくださったので、興味ある方はぜひ見てみて、これ非常に面白い銘柄だと思います。スノーフレークとかユニティ買うよりも面白いかもしれない。でもユニティの方がさすがにいいかな。こっちの銘柄より個人的には。でもね、面白い銘柄だと思います。はい。で、グロス90銘柄週間ランキングを見ていきますが、まずね、この真ん中の週間ランキングで、上から順にやってるんですけど、見てください、これ。本当、めちゃくちゃ上がりましたね、本当に。マイナスが下のもう20、30銘柄だけなんで、しかもそれもね、ほとんどマイナス1、2とかなんで、本当に大きく下落したのってもう本当に10銘柄ぐらいしかなくて、しかもそれもドラフトキング、ロイヤルファーマー、スノーとかね、いろいろあった銘柄なので、基本的にはグロース大きく上がって、なんかダウ不調、ナスダック不調みたいなのが、ナスダック暴落とかがね、YouTube とかで踊ってたんですけども、多分ね、グロースを中心に投資されてる方は、不調なのかな、みたいな感じだったと思います。相当グロースは上がりましたね。はい。で、トップはユニティですね。上場後、31%上がりました。PSR、これちょっとね、フィンビズのデータが出てないんで、あんまし出てないんですけども、手元で計算すると32でした。Y2Y42% の銘柄で PSR42 なので、ちょっと限界値かなって気がします。ちょっとここから先はね、買うのは本当お勧めしないですね。で、面白いのが、ズームインフォが2位に上がってきたことですね。これはもともと Y2Y60% くらいで、結構強い銘柄なんですけども、成長力すごく落としたっていうのと、あとちょっとキャッシュフロー
のところで、ちょっと怪しい項目、ストックオプション出しすぎじゃないかという課題があって、それもあってちょっと急落してね、株の人たちが嫌われたの感じはするんですけども、ビジネスとかプロダクト自体は強い銘柄なので、今週アナリストが情報修正したこともあって、そこを打って反発したことになります。形になります。結構好きな銘柄なんでね。だ次の決算まで待ちたいなと思いますけどね、ここから上がっていくかもしれないですね。あとはこの FLGT、NBTA、PGNY などね、ヘルスケアが結構目立ちました。T-DOC とかリボンゴもそうなんですけども、今週ヘルスケア結構強かったなって印象でしたね。なんでこの辺のヘルスケア銘柄ね、ポートフォリオにヘルスケア入ってるのは非常にいいことだと思うので、ぜひこの辺のね、FLGTA、NBTA、PGNY、あとは、T-DOC、リボンゴとかそんなに高くはなかったのかな、結局。HCAT。あれ、リボンゴ、T-DOC、この中入ってないのかな。どこにあるんだろう。リボンゴ T-DOC。リボンゴ T-DOC とかね。とかね、ヘルスケア見てみてもいいのかなと思います。あとはね、波ですけど、ズームとかペロトンとか、ほんと成長力が化け物のやつですね。ズームは Y2Y350%、ズーム、ペロトンいくつだったんだっけ、結局。ペロトンは171でいいのかな。で、この成長力強いやつは順当に上がっていったっていう感じですね。あと、6か。6は、コムキャストの提携があって上がりました。こちらのね、猫さんが非常にいいノート書いてあるので、ぜひね、ブログからね、ノート見ていってもらえればと思います。あと、チェグ。チェグね、これもっと見直されてもいいと思うんですけどね、Y2Y すごい高いですし、このままガイダンスいくと次70%、80%とかも超えていく銘柄なので、チェグいいと思うんですけどもね、オンラインエデュケーションの会社です。あと、今週でスクエアも上がってきましたね。もう本当にいろいろやんちゃなスクエアですね。私も今週からちょっとスクエアに入れ込んでるんですけども。あと、面白いのはアバーラですね。税務関係の SaaS のアバーラもね、上がってきてますね。これ成長力すごい落としちゃったんですけども、なかなか面白い銘柄だと思います。グロス SaaS 中央値チャート。これはもはやね、暴落後ではありませんね。もう暴落後で爆買いのところは完全に終わって、もう暴落前収支を回復してきたので、ここから先買うと、本当高値掴みの可能性大かなと思います。なので、ここから先の、そのグロース株としてのあり方は、もうあまし株は基本的に買わない。で、おそらくね、次の決算まで、まだちょっと時間があるので、もう1回くらいね、ガツンと調整が入りそうな気がするんですよね。なんで、気になる銘柄がある方は、その調整まで待つのが基本だと思います。今買うと割買い増しでも、どんな買い物でも、グロースに関してはほとんど高値掴みです。まだね、ジャイアントテック、GAFAM を中心としてジャイアントテックはまだまだ戻ってないので、買えるかもしれないですけど、少なくともグロースはもう高値掴みの可能性すごい大なので、調整が来るまでじっくり待ちましょうという感じですね。で、PSR の中央値的にも、私がトラックしている、全グロスの中央値ね、暴落前の水準、回復してきました。で、SARS のね、SARS のその、なんですか、いわゆるレベニュー4倍したやつは8月4週目ないんですけども、TTM ベースだと、これも水準回復してますんで、基本的に暴落前の水準に戻ったと考えてもいいと思います。なので、グロスだけに関して言うと、9月の大暴落のちょっと前の水準まで戻ってますので、いつ何時ね、調整が来てもおかしくない、割高感だと思います。で、最後に、SARS のみです。いわゆるこのレベニュー4倍するってやつですね。相変わらずスノー高いですね。ズームね、ズーム別に高くないと思います。ズーム、60ぐらいまで上がれる銘柄なんで、高くはないと思います。でも一旦ここまで上がりましたねって感じですね。データどっか高いな。本当30以上に入ってるね、銘柄は、なかなか気をつけた方がいいと思います。この辺とか下手に、買い増しとか手出すと、本当に火傷します。で、20以下も別に、それで成長力がめちゃくちゃ強いわけじゃないんで、20以下、30以下ですよね。30以下も別に、大して手が出せるような状況にあるものは少ないですね。
ひどくももうちょっとここまで来ると若干きついかなっていう感じですかね。本当に手出せるチェックとか、あとズームインフォ。ズームインフォ手出せる？出せないですね。34じゃね。あんま手出せないと思います。これは本当に調整を待つのがいいかなと思います。はい。はい、以上になります。ではね、今週もね、1週間お疲れ様でした。またね、決算まであと1ヶ月近く、もう1回ぐらい調整入るかなと思いますけどね、まあ、楽しんで次の決算待ちましょう。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。